はい、と、えー、ます。清水です、えー、安倍晋三氏がですね、撃、まあ、たれて、えー、亡くなって、まあ、一晩が経ったんですけども、まあ、これがやっぱり選挙にどういうふうに影響があるのか、まあ昨日はどうもですね、すべ、まあ、ての、まあ、テレビ東京以外はですね、もう特番で、安倍晋三さんのね、あのこの事件の特番でいっぱいだったっていうこの状況も踏まえてですね、 メディアの専門家でもあり、元白報道の本間隆さんにちょっといろいろ聞いていきたいなというふうに思います。えー、本間さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。いやしかし、これまずあの毎日新聞で私読んだんですけども、うん、母親が宗教にのめり込み破産、安倍,<ー>安倍氏に一方的な恨みというふうにこう書いていて、 まあお母さんがそのこの宗教にの,りのめり込んじゃって、献金、多額の献金をしてしまったと、えー、だから、えー、まあこの国安倍さんが、ね、この団体を国内で広めたとね、えー、恨んでいましたというふうに、こう言ってるわけなんですよね。あまあニュース関係ではみんな、うん、ある特定宗教団体、はい、言ってるけど。うん 女の前のマペ決まってんじゃんってねお名前決まってるなんていう名前ですか僕わかんないだってあれだよね安倍が関係している特定の、うん、しかも大きな宗教団体つったらさ、うん、やっぱり犬一番にあの頭にで上がるのは統一教会だよねはい統一教会ですねうんこれはれあの新聞特定のメディアはなぜか報道しないけどい新聞赤旗はですね例えば、うん あの旧統一教会系集会にメッセージ、安倍前首相総裁に敬意、宣伝利用で霊感商法被害拡大の恐れ、うん、これはですね、2021年の9月18日のあの赤旗に、うん、まあ書かれているので、で実際に奈良県の支部、すごい事件の近所だったみたいですよ。あそういうのもあるはい、あります、あります。いや、これさ。うん うーんとその特定の宗教団体って今書いてるけど言いいんですかうん、うん、でもこれって要するにその殺害に至った超重要な部分だよね。ある意味あのー、すごく大事な部分ですよ。まあんまりね、はい、あのーえー、そうですね殺 はは p でお願いいし、えー、これ YouTube 様のに忖度してるんですけども <laughs> まあこれどういうことかっていうとそのまあ特定の宗教団体に対して、えー、多額のまあ寄付ですよねこれを、はい、あのしてしまって家庭が崩壊してしまったと、うん、でじゃあまあ自分のお母さんですよお母さんがどうしてこんなにおかしくなっちゃったんだろうと、うん、でそれはこの宗教団体のせいだで宗教団体、うん、ね あのを,を宣伝してるやつ誰だってなった時にまあやっぱりこの安倍さんがターゲットになったということだよねあの母親がその特定の宗教団体まあおそらく統一教会だと思いますけども金銭トラブルになった影響で家庭が崩壊してしまったとでこの団体を国内に広めたのが安倍氏だとする持論を展開したと捜査関係者によるとねで安倍氏を恨んだと。 で安倍さんに対して政治的信条での恨みはないもう自分の家庭を壊してしまったその宗教団体の宣伝党だったからっていう、うん、宣伝党まあ俺たちから見るとさ、うん、そんなすごい宣伝党だったっていう意識はあんまりないんだけどうん、うん、ただまあ彼はそういう何て言うの、えっと、統一教会のなんかいろんなその集会の時にビデオメッセージ、うん うんうん、寄せたりとかね、うんうん、なんかそういうのはしてたらしくてさ、うん、で赤旗でもやっぱり報じられている、で、まあ、もう一国の首相、または元首相っていうすごい影響力がある、うんうん、人がそんなことをやってていいのかっていうのは、前から言われていて、うん、そうでですね,、うん、ねで当然、なんでそこに。 安倍が顔を出してたかって言ったらさ、うん、それは当然だけどそこからジェニコが流れているんだ、ね、そういうことだよね当然,当然そういうことだよねうん、うん、政治家ってほらあらゆるところに顔を出すけどうん、うん、それなんで顔を出すかっつったらこれ、うん、これになる場所じゃなかったらさ姿なんか見せないからさまあそういうことだね うん、でもさ、そのなんていうの、あのて、ー、う、まあま安倍は別にその団体のなんか、幹部だったわけでもないしねっ、いわゆる公の場でさ、うんえー、統一教会って素晴らしいですよねって別に言っ,た言ったわけでもないし、うん、そのなんていうんだろつながりがそんなに強固だったのか。 強固に見えたのかっていうねまあそれは多分家にそういう雑誌があったんじゃないですかね。ねあの統一教会のその出しているその雑誌ー、うん、の表紙には赤旗にはいっぱい載ってますよ安倍さんが表紙だったところが。うんうん、なるほど。うん、だからそういうのにいっぱい顔が載っていて、うん、この野郎と思われたと。でそれにもさ。もさ、うん。 協会の幹部ではなないからな、うん,なんかそ,こそこがちょっとなんか不思議なそうだってね直接の幹部やっぱこのほら例えば恨むとしたらさ、うん、恨みの順番からするとさ、うん、当たり前だけどそこの幹部連中になるじゃない、うん、なんかこうきそれでその 襲撃するほどの怒りを、こう、安倍に向けているっていうのは、ちょっとなんとなく、短絡的な感じがするけど。短絡的ではないですよね、想像力豊かすぎるというか、想像力ね、うん。どちらかというと、なんか、まあ、だから、なるほど、ね。うんまあ、これも想像でしかないんだけども。 お母さんがあるだろうね。がの,のめり込んでいく過程の中で、まあ、あったんでしょうちなみにあの週刊新潮が運営しているデイリー新潮によるとですね、うん、この、まあ、容疑者があの住んでいる状況なんだけども、うん、まず家賃3万8000円のワンルームマンションに、うんまあ、手製の銃が数兆あったと。 いうことでで事件直前まではあのこの容疑者は大阪府内の人材派遣会社に籍を置いていて京都府内の倉庫でフォークリフトを運転していた、まあ、あの元海上自衛隊なんでねあの免許はいっぱい持ってるんでしょうけどもで今年の4月に会社に辞職を願い出て、えー、5月中旬に退職しいつも昼食を1人で食べるとかして職場では親しい友人もいませんでしたという、まあ、こういう。 人でちなみになんかあの,あの護衛艦とかにも乗船したり、うん、えしてるであの射撃訓練も受けていたとそうだね年回にあの書いていてでまあ、なんでそこに入ったんですかって言うとお国を守るとかではなくってまあこれ就職氷河期世代なんでど真ん中なんでそういうところに行って自衛隊に行くと免許取れるじゃないですか。 そうだ,ね、だからそういう免許を取ってそれで食いつないでいくしかなかった、うん、か資格結構取ってるんですよね中型自動車二輪免許取ってたりですねあとはあの測量会社でアルバイトをしながら宅建宅地建物取引主任者あとは二級ファイナンシャルプランナーとか、うん、でそれでも、まあ、正社員になれなくって転、まあ、々としていたまあ あの非正規雇用だったとはあの思うんですけども、えー、そういう状況の中でやっぱ頼りになる家っていうのの、まあ、守ってくれるはずのそのお母さんっていうのがまあそういう方向に息子よりもそっち方向に行ってたやっぱこれはやっぱ自分も同世代だからわかるけどそう結構な絶望感ですよこれ。えーうん それが、うん、でもそのほらその団体の運営者じゃなくてそう安倍に向くっていうのはさうん,うんそこはなんかね飛んでんだよねあうそこは飛,ぶ、うん、飛んでるよねうんあここはだから <laughs> だからうーんんなんだろうこのほん 本当になんでそこに急に飛んだのかっていう部分がすごく謎にはまだなってますね。だよね。しかし、まあそういう,まあ,う,いうまあ現状それが分かってる範囲の話なんですけども、うん、あの昨日はとにかくメディアでもう安倍さんの話一色。だよね。うん、昨日びっくりしたぜっていうのは。うん うんと,とにかく夜ゴールデンタイムの、うん、番組を次々に全局がテレ東だけ抜かして、うん、全局がゴールデンタイムぶっ潰してさうん、うん、それでいきなり特番なんか始めちゃって、うん、いやーだってあれようんとそりゃその時間帯に全く えっと報道番組を持ってない曲がね、うん、1>, 1時間ぐらいあるってうんだらまだわかるわけだけどさ、例えばさ、テレ朝なんてさ、報道ステーションあるの、夜10時間うん、うん、その前にもまた時間持ってきてるからね、うん、3時間ぐらいやってたんじゃないのほ、えー、他の曲もみんな、<れ>みんなもう、あのゴールデンぶっ潰してやり始めて えーっていう感じ驚いたよねやっぱねちょっとねうん,うん、まあ、ちなみにあのやあのテレ東だけいつも通りアニメを流していたっていうのはさすがテレ東はねあのいつ,い,いつものことだなっていうテレ東はですねあの、うん、アニメ「妖怪ウォッチ」アニメ「ポケットモンスター」を放送するというまあそれまあでのこれの問題ですよ これはもうドル箱コンテンツですか妖怪ウォッチとポケモンなんて。<laughs> <laughs> まあさ、他局がみんなさ、踊っとくまやってないテレ東までやっててやってもさ、テレ東数字取れないじゃない、うんうん、だったらポケモンの方が取れるに決まってるわけ。うん、まああと、これの関係もでかいですからね。昨日はさ、夜はさ、なんだっけえっ、ー、と、リュウとなんだっけえー、なんか。 金曜の金曜労働省ショーですああ、やる予定だったのも。去<年>なしっ、ねあるうん去年をやったばっかりのなんだっけ、うん、竜とそばかす姫だったっけ,だっけああ、竜とそばかす姫。ああ、わか,か,か,かりました。このアニメはあの、あ監督、細田始まる、細田守る、細田守る。うん、うん。うん、サーマーウォーズ作った人ね。昨日それ予定だったうん。だから俺、なんとなく、じゃちょっと見てみようかなと思ってたのに。うん。 <laughs> やったらもうあんずーっとそれかよってだって結局さ昨日の夜の段階だとまあ速報レベルのニュースしかないから、うん、どの曲見ても全く同じことやってるわけよそ、うん、のでしかも使ってる写真とか映像もほぼ同じじゃない、うん、コメンテーターが違うだけでさうん,うんいやこれ何の意味があるんだって、うん、でも 結局、しかも作り方としてはさ、まず、今日ここでこんなことありましたという、うん、そういう映像、うん、病院に運ばれたけど助かりませんでした、うん、と、で、問題はやっぱりそのあとでさ、結局、安倍の歴史をさ、やっぱりこうやるわけじゃない、し、うん、信介といった写真から。で、結局、若くして総理大臣になって。うん で、一回お腹が痛いっつってやめて、うんで、またそれから総理大臣になりました。うん、で、当然さ、トーンとしてはさ、うん、ああ盛りかけやって大問題になりましたっていうトーンがなくて、史上最年少で総理大臣になった52歳で。っていうね、うんうん、まあ、どちらかといえばさ、こう、ちょっと、まあ、盛り上げ系の、 まあ個人をね痛む番組ですから、うん、よね。いやそりゃ例えばねああのあの小沢一郎さんが見たいんですよ。うん。ね自民党がおごり高ぶり勝手にやってしまった結果だ、うん、っていうふうにこの人あのツイッターに書いたんですけど、うん、おいおいおいって思ったんだけど <laughs>、まあ、こんなテンションではまあ当然語られるわけがない。語られないし、ねうん、しかし 問題をさ、いやまあいいよ、それはそういうふうにならざるを得ないのはわかるんだ。うん、だが、えーっと、参議院選挙まであと2日の段階で、うん、そういう内容を全局が流すっていうのは、うん、これは選挙にどう見ても影響を与えるだろうっていう、自民党にとっての良い影響よ。うんうん あ,あやっぱり自民党って頑張ってきたんだなみたいなさっていうやっぱり自民党にとってはもうものすごいいきなり神風が吹いたみたいな思いよこうん、うん、そうなんだねそ、まあ、はそれがなくても対象しそうだって言ってるうん、うんうん、でやっぱりねえっ、ー、とあれ俺この番組ってなんだっけ今井さんとの話したんだっけ、うん、これは多分 うーんと比例区でなくて、1人区、うんうん、そうだよね、清水さんと話し合ったの、うんだけど、1、ね、人区で、えー、っと自民党が劣勢って言われてる区はいで、微妙にプラスに働くんじゃねえかうんいう。だ、うんうん、っ,ってしで、その話をしたのは昨のうの昼頃だった。これだけ特番組まれたら。えー 全局で全局で自民党と安倍をよいしょした番組を流しまくったわけだよ。うん、これはちょっといくらなんでもっていうね。うん、選挙に影響がないかって言ったらこれ多分こういうことに詳しい例えば選挙の仕組みを研究してる人とかに言わせたら、うん、絶対あるって。 パーみんな言うとうそりゃ言うでしょう言うよね、うん、これはうん,うんどうなんだろうってちょっと研修した方がいいと思うよね、うん、各局の判断、うん、このこれ多分一番最初に特報特番始めたのはどこだ日テレなのかなちょっとまだそこまでよく見てなかった、うん でみんな多分さどっかが始めたからうちも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 っつって多分続いたわけだよね。でえっ、ー、とーそれでだしかもこういうつ通常番組があるのにうん、うん、いきなりそれぶっ飛ばして特法特番やるには、うん、一番民放にとって大変なのは何かっていう。うんうん スポンサーを説得することだってそうだよね当然スポンサーはさそこで流れる番組のために広告費払ってるわけでそれぶっ飛ばしでこういう内容の番組やるんですけどいいですかとまず聞かなければならないでその時点でスポンサーは選択肢は2つそのまま CM 流すかやめるか3つだもう1つ AC にするか東京広告機構ってあの a c っていうあの CM 昨日 AC やっぱり結構流れてる曲あったんだああそうなんですかあ、でそれは要するに CM うち CM は出さねえでうちの CM の枠に AC 入れてくれっていうねそういうところもあるんですよでその作業を誰がやるかっていうと電通と博報堂がやるわけ だから昨日特番全局ができたっていうのは、うん、電通とか博報堂がそのゴールデンを埋めているスポンサーを駆けずり回って、うんえー、例えば日テレは特番やりたいって言ってるんですけど、うん、大丈夫でしょうかいいでしょうかつって、うん、でってスポンサーの間を駆け巡ってさもうもののほんと2 3 0分ぐらいの間にスポンサーからの OK を取ってあこれならいけると。うん これならいけるし収益にもなる、うん、っていう判断をしたからうん、うん、選挙区でできたのよ結局、うん、まあさこれがさ例えばさえっと例の例に出すとあれだけど例えば野党の党首だったらこ、はい、んなことやれたかっつったら、まあ、絶対やれないからうん、うん、野党の党首だったらよ、うん、でも一応やっぱりそこは政権与党の自民党で しかも、憲、うん、政史上の最長の,しの期間を首相やった人だったっていう、それでできたっていうことですね、うん、だから、まあ、スポンサーもしゃあねえなと、うん、一応納得する、得、うん、したと。で、テレビ局もまあ、あ現役にはならないだろうっていう、編集、うん、にはならないだろうっていう、うん、まあそこまでのあれがあったんじゃないかと思うんですどうんうん、うん それにしても、三時間ぐらいみんなぶっ通しでやってってさ、うんうん、やりすぎだろう、これっていうね。っていうふうに俺は感じたし、まあそうね、ちょっと選挙に影響がありすぎるんじゃないのっていう、うんうん、まあ、こればっかりは明日 <laughs> 明日の数字がね、うん、証明すると思うけどさ。そうですね で今、ネット上では、うん、その、えー、選挙とこの話は別よっていうさ、うんうん、自民党に入れる必要はないみたいなハッシュタグもさ、つけ、うん、られて、うん、出て,いってるけれども、それでもね、やっぱこれって一瞬の風だからさ、うん、その風に影響される人たちって、ね、やっぱいるからねいやまあ、っていうか、めっちゃ多いでしょ。 だよね、うん、別に自民党は今回さただ自民党は今回別に負けそうじゃなかったからねうん、うん、<laughs> そうだったから、うん、ただ僕がさっき言ったみたいにうんと接戦になってる1人区があるんでその一人区とかで、えー、プラス要因になるのかどうかそうですね。っていうことだよねうんね、うん、まああとあのー 統一教会っていう名前私も出しましたしなんか今ツイッターのトレンドになっているんですけども、うん、これも現時点で強く推察されるだけなんでねそうあのそうねもしかしたら全く関係ないところの、うん、あの宗教団体かもしれないしで、ね、さらに言えばもうそれ自体が全部すべて妄想だった可能性もあるわけですよ。ね まあそれはゼロじゃない。うん<れ>、うん、なるほど。そこがちょっとなんて言ったらいいのかな。あのわ、ー、かんないまだ裏取りがされていない、うんうん、ところですよねこれ。ちそ、ね、うん、まあ昨日のだからテレビ各局ではもちろんテレビでもさ。うん その団体名は全然絶対どこも出してない特定の宗教団体っていうのが、まあ、そのあれ理由の理由のこの推理の中で出てくるとまあほとんどの番組でさ大体、うん、<laughs> 関係者が幾度に言ってたのは「うん、なんであんな後ろがガラ空きなんだ」っていう。ああそうねそうね。 だってほらコメンテーターにさ、元警察の幹部とか呼ぶじゃん。うん、みんなどこの曲もみんな呼ぶわけよ。うん、自分たちがいつもこういう事件があるとさせている元警察の幹部とかさ、うんうん、そういう人たちを呼んで、うん、もうみんなもう、だからかなりボロクソに言ってたもん、ね。そりゃそうだろう。うんうん、あのー、後ろがね、道路があるとはいえ、 ななななんんんでこんなにがら空きなんだみたいな、うん、それはやっぱり昨日の時点でもさあれこれなんでこんなことが起きるんだろうみたいな、うん、ちょっと不思議な感じだったよねうん、うん、でも昨日の奈良県警の、えー、夜9時ぐらいだったっけにやってた、あのー、記者会見ではいやあのー、やっぱりほらこれ責任を問うあの質問が出たんだけど。うんうん うんと警備体制については今後、えー、きちんと検証し言うんだらかんたらつって、うん、すいませんっていうふうに今謝っちゃうと大変なことになるからうん、うん、<laughs> 何も、えー、認めてなかった、うんうん、警備体制を何人でやっていたのかっていうことについても何もやってなかったなるほどないやーしかし「あの週刊文春」 うん、の記事によるとですねこの容疑者のお母さんそもそもまずお父さん経営者だったらしいですよ、うん、あお父さんごめんなさい、えー、とお母さんのお父さん、ね、おじいちゃん、うんうん、でいやこれちょっと子どもだい辛いんだけどあのお父さん早く亡くなってんだって、うん、でお母さんと、まあ、だからシングルマザーですよ、うん で妹がいておじいちゃんの家にいる空き地で遊んでいたと。だけどおじいちゃんもこう亡くなってしまいましたと。うん、でそしてまあお金がなくなっていくそれはあの宗教にはまったかっていう部分もあるとは思うんだけども1999、えー、年にはあのそのおじいちゃんの家も売り払い2002年にはお母さん自己破産されています。うん 2 0 0 2年 2> もう20年前ようんうんだからそのあたりからもずっとでもまあそうだよねでこのお母さんもかわいそうですよねだってあのおじいちゃんが亡くなって経済基盤が亡くなった上に旦那さんが亡くなってるわけですよでそれで子供育てなきゃダメっていう時にやっぱり宗教とかにすがりたくなるって俺はでもそれがのめり込みすぎてしまったと うん。い<や>で20年以上にわたってその彼は恨みをためていたわけ、まあ、恨みというかそのお父さんが早くに亡くなりましたでお母さんがおかしくなっていきます家も売ります自己破産もしますっていうタイミングあたりで、まあ、自衛隊に入って資格の勉強とかをして。 一生懸命頑張ってるんだけどお母さんはどんどんおかしくなっていくしかつ自分も非正規雇用だっていうこれはちょっとでも怖いのがこれいますよやっぱりそういうふうに辛い思いをしてる人たち。うんうん、あっよね当然。うん、で、うん、その人たちがやっぱり暴発するぐらいまで。 溜め込んでるってことだよね、うん、でいや実はあの7月の5日だったかな毎日新聞にあの海上自衛隊の呉に、うん、広島の呉の戦艦大和を作ったところですよ。うん、あそこの,あの幹部の人が防衛費増大っていうのは、うん、そんなに嬉しいことじゃないんだと。うん、あのミサイルとかね 買うっていうところじゃなくってそもそも社会保障がみ,みんな貧困で辛い状況の中で社会保障も必要な時にミサイル買ってる場合なんだろうか特別扱いされていいんだろうか、うん、っていうコメントを発表している。そう,そう <laughs> プラス自衛隊は新しい武器よりもメンテナンス費用が大事なんだと、うん、っていうことも言っている。で何かこう防衛費増大っていうと何かすごく自衛隊がね あの優遇されてるように思うかもしれないけども自衛隊ってめっちゃ大変だからね今、うんまあ、よくトイレットペーパーも自腹だっていう話とかが出てきますけども、うん、なんかそういうのも一個一個考えていくとなんかこうやって追い詰められている40代世の中にに大量にいると思う、うん、でその時にこういう人たちをねあの取り締まらないとダメだ っていうふうになって、ぐーっと押さえつけると、余計圧力が強くなりますよ、これ。こ、ね、れはある。すごい、ちょっと、これ。まあ、でもさ、それがやっぱり吹き出してくる。タイミングなのかもしれない。まあね、確かに、その就職氷河期世代って、20年間踏みつけられてきましたから。私もその同世代ですよ。 で20歳20代の頃に感じている絶望感と40になって自分が老後が見えてきた時の絶望感これやっぱ質が違うからねうんそれは違うよねうんそれはほんと20代の時はさ、うん、まだなんとかなるかなと言ってたそう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 思うからね、うん、思えるからさ、うん、だからやっぱりそれはその通りだと思うよでもなん っていうかそういうのをさ広げた一つの一員でもある自民党の政治、うん、でこれちょっと私本当に疑問なんですけど政治信条に恨みはないって言ってるじゃないですかねでもさそののそううしたのは今の政治だろうってれなのにこの容疑者は政治信条はない うん、そこもなんか不思議なんですよねだよねうん、うん、そうなのなんかそこは不思議、うん、なのに命を狙うっていうさ、うん、でしかもあの文春によるとかなり実験を繰り返したみたいですよお<ー><ー>文春すげえな一日でそこまでいやいやもう文春めっちゃ書いてるよ <laughs> まず衝動的な、ね <laughs>、うん、あの偶然地元にやってくる安倍元首相を狙った衝動的な犯行のように見えますが、うんえー、容疑者は逮捕後の取り調べで、最初は小型のダイナマイトで、えー、まあ、やろうと思ったが、実験をしたらできなかった、春にはすでに銃を数丁完成させていたと供述させしていると、これ、操作関係者 <laughs>、うん、そこまで拾ってる。 もともと宗教団体関係者を狙っていたという話もありますがいずれにせよかなり前から準備した計画的な犯行だったでこの容疑者は犯行現場の奈良市で生まれ育ち1999年地元の名門進学校を卒業しその後2020年から今年5月までは、えー、派遣会社として京都のプラスチック製品株式会社の倉庫で働いていた。 逮捕時まで住んでいたマンションの隣,隣の男性さんは、えー、その容疑者に対して「この1年でこの容疑者を見たのは5回くらいしかないと」と、えー「彼が朝6時ごろ出勤時にエレベーターで乗り合わせた時ぐらい私服は地味で私が挨拶してもうなずいたり目をそらす愛想のない人でした」うん、というとかなり準備してますよね。ね、うんまあ、だって昨日の捜索でも ああれと似たたたよううな銃が何兆かあったみたいんだしね,そ,すね、うん、それとやっぱりまああの距離から狙うっていうことは準備してなかったらできないからね,、うん、っねだって自分が作ったやつがさどれぐらいの距離飛ぶかっていうのは、うん、分からなかったら打てないじゃんそもそもさあの距離まで近づけばある程度狙えるっていうのは、うん 分かってるからできたわけだよねことはどっかさ山林とか行ってさやっぱり訓練してたかもしれないねいやーあの私映像を見ましたけど音がさうん、うん、そのいわゆるパン,パ,ンパンみたいな、うん、ちっちゃいやつじゃないって、うん、ズドーン大砲並だよね、うん、あれね <laughs> それった煙がすごかったよねだからどっかさ 山の中でも行ってさ何回かやってんじゃねえかって思ういやじゃないと無理でしょ無理だよねうん、うん、でああいうさ自作でやったってさ、うん、下手したらさ爆発して自分の手がぶっ飛ぶとかさありえるじゃない、うん、ありえるねっだけどそうならないでまあなんていうのかな正確に飛んでってるわけじゃうん。 これはやっぱりいくらね、海事にいたからって言ってさ、海事、うん、にいたから銃の専門家だってわけじゃないからいそ,んそんなわけにはいかん、うん、ね。うん、だから、それはまあ銃の撃ち方は習うけれども、例えばほら、よくスパイ映画なんか出てくるさ、うんあの、目隠ししててもさ、全部分解して全部こう、<laughs> あの組み立てられるとかさ、そんなレベルじゃないわけだ それなのに、あんな銃が作れるっていうのはね、まあこれもあの、昨日テレビでやってたけどな、あの、今もうネットで銃の作り方なんかいくらでも見られるんで、うんうん、それは作れるけど、うん、でも実験しなかったら実際それがどんな弾道で弾が飛んでくるかとかわかんないから。わ、うん、かんない。うん。だからそれはやっぱり絶対やってるってことだよね。で、 その警察がいくら躍起になってさ、うん、そういうのを見つけようとしても、うん、今回の彼、まあ、まだ断定はできないけど、うん、もし一人で全て計画してやっているいわゆるこういうのなんだっけロンリーウルフ型って言うんだったっけ一、はいうん、人で,、うん、であのバックがいない、うん、協力者もいないすべ、うん、て一人でやっている、うん、ってなったらこれ警察だって。 お手上げだからさそういう人たちはでも確かに確実にいるだろうとは思うこれ別に日本だけじゃない全世界にそういう人、うん、全世界でこういう事件が起きるとそういう人たちって一定数いるからさか、ね、いやもうやっぱね同世代だからうん、うん、これやっぱりね多分んひと月満札の視聴者の方々って結構上の人多いと思うから、うん これこの私の今ちょっと感じているこの氷河期の感じこれねもう本当にね正直この犯人がもしねお父さん亡くなってなくってお父さんお母さんいてでそして例えば正社員で就職していてでそしてあの自分も嫁さんがいて愛する家庭があってお子さんがいてやってただろうか やでそういうまあ言ってみれば社会のレールからちちょっっと外れちゃってるわけですよでこういう人に対してねよく言われるのが就職氷河期の世代ってねどれだけ言われてきたかっていうと「いや俺だって若い頃は大変だったんだよ」っていうふうに年上から言われ続けて「うちのチャンネルでも氷河期大変なんだよ」って言ったら「あの世代間格差にしないでください」「60代だっ大変ですよ」 っていう,ふうに言われる、うん、でもさそれそれをずっと20年間いやお前の時代だけじゃねえんだよ俺だって大変だったからっていうふうに言われてずっと非正規雇用でこういう人たちが増えているっていう現状本当なんとかしないと爆発する人多分いそうで怖い。 で、まあ、そう、うん、こういう事件が起きるとさ、うん、やっぱりねこれ世界的な傾向だけど模倣犯が出る、うん、っていうね,そうねあれがあるんだよねうん、うん、いやだからやっぱり日本もそういういやこういうしかもそういうさいわゆるなんていうのかな経済的な、うん、経済的な要因とか、うん が一番やっぱりすごい嫌な形で噴出、えー、してくるっていうのはやっぱり経済がうまくいってない国で,、うんうん、で日本もその一つだっていうさ、うん、いうその象徴にな,るのなっちゃうのかもしれないこの事件ってさ何 <laughs> ていうの反対勢力がいるとかそういう話じゃないみたいだから結局ね、うん、要するに何か勢力があってその中の1人で っていいう話じゃないとすればうん、うん、結構裁判とかでもさるに彼の言ってることは全部出てくるだろうし、うん、でこれあの多分いろんなメディアが例えば彼が裁判を受けるために獄中にいたとして、うん、ね彼のやっぱりほらインタビューとかを試みるだろうからさだからかなりこう。 詳細にいいろろ出てくると思うでそれがちゃんとやっぱり今清水さんが言ったみたいなさあそういう経済的な要因っていうのはものすごく大きかったみたいな分かってくるっていうのはあのー、事件はまあ嫌な事件だけれども、うん、やっぱ必要なことなのかもしれないなと思う、うん、そういうことがはっきりするのは。うんうん で人々を踏みつけるとこうなるっていうさ、うん、っていうね。でもね残念ながらまあ本間さんもねあのこれはご経験されていることではありますけども一回まあこういう事件が起きるとやっぱりあの治安をね守るっていう方向になって、うん、ちょっとでもあの何か事件を起こした人がいたらもう一生刑務所入れとけ。 っていう方向に行くけどもその社会であればあるほど余計に貧困そして再チャレンジができなくなっていきますからこれはそういう人むしろ増やすんだよね。えー、でもねメディアはそういうところまでは踏み込まずにただ単に「いや安倍晋三さんってこういう人だったよね」っていうふうに流すだけっていうのは何のためなんだと。問題解決になってんのかっていう。いや トダネをゲットしてるんだったら別ですよ例えばお母さんにインタビューできましたそういうのも何もなく似たようなことを言って似たような映像で似たようなことを喋り続けるううまあそれがね昨日今日だからね、まあ仕方がないって仕方がないんだけど、うん、ただ俺もそこで同意するのは、うん、ネタねえのによく延々とやるよっていうね。うんうん で結局ネタがないから何するかっていうと、あの安倍と自民党のさ昔の映像をいっぱい並べてさ、うん、いやーでプーチンさんからもあの朝電が届きましたとかさ、うん、トランプからも友人だったっていうね、ツイッターで言われましたとかまあそんな話ばっかりでしょ、うん、結局。うんこれはどう見ても自民党擁護にしかつなわらねえよなっていう。うん、その危険性は。 メディアの上層部だって分かってるはずなのにうん、うん、<laughs> 分かってるに決まってるんだよね。うんうん、それなのにそれをあえてやっちゃったっていうのは、うん、これやっぱりちゃんと検証しないとやべえなって思うよねやっぱね。俺もさその番組みんなザッピングして見てるからさあるそのじゃ例えば日テレだったり日テレをずーっと最初から最後まで見てるわけじゃないから。うんうん その番組の中でもしかしたらいいことやってたかもしれないけど、うん、基本的にザッピングして見てると、みんな同じことやってるからね。はい、<laughs> ネタがないからさ。うん。文春すげえなー、それ。文春仕事してるよ、<laughs> ちゃんと。<laughs> してるね。しか<ー> <laughs> それってさ、基本的にさ、取り調べやってる刑事のリークだからさ。うん <laughs> もうすげえ食い込んでるな <laughs> いやしう。だから一日だからねまだ一日だからね。本、ま、当、ねうん、びっくりするよ。うん、それ能力高いよ。能力高いよね。ンですそれはすごいあの、うん、素晴らしいと思います。だ,だからそういう方向の記事、期待するよね。やっぱりこの犯人がそこまで思い詰めて。 必ずややっっててろういくつもしかも自作の武器まで持っていて,っていう、ね、そうねうん、うん、やらすごいよすごいとは思いますよなあ<ー>、うん、もうほんと「デイリー新潮の記事と「週刊文春」の記事読むだけでもうテレビいらないんじゃないの <laughs> っていうかちゃんと書いてあるよあ<の>もうすごいいらない選挙前にそういうことをやるのはいかがなものかなというふうにちょっとねまあ思ってとはいえご冥福はね やはりあの衝撃を受けました。お祈りしますよ、本当に。それはもちろん。うん。うん。それはね、そういう形、こういう形で相手の命を奪うっていうのは、うん、まあこれはとにかく絶対許されない。うん。これはもう間違いないことね。うん。うん、まあというわけで今日,今日は。 メディアの専門家の本間さんに、えー、登場いただいて、えーまあ、選挙の前ということでちなみに私は期日前投票を終わらせてきましたうん俺も3日ぐらい前には終わらせてはい東京選挙区のですね候補者は「うん、やっ」っていうところから始まる人に私入れましたよ「や」「や」名前が「や」で始まる人いや誰かな誰かなや、ややか<っ>た <laughs> 阪へ。<laughs> <laughs> それ大阪へ <laughs> <laughs> で。で政党はねあのどうなに何,何で始まるかっていうと「で」っていうところから始まります。「で」ってどこだったっけ、はい、いやどこなんだろうなあどこなんだろうなあ本当にどこかしらっていうことで、うん、はい、えー、皆さんも選挙ちゃんと行きましょうねっていうことで、うんえー、今日もどこかはい。 じゃあ皆さんねあのひとつき万冊見ながら期日前投票に行ったり、えー、選挙に行ってくださいねじゃ,にじゃあねーどうもーはい今日もありがとうございます電通と戦う本間龍さんはですね、えー、なかなかメディアラジオいろんなところに呼ばれないんですねで本も広告がされません皆様の寒波がないと続けていくことができません今日も読書と本間さんと言いたいのでぜひ本間さんの本を買ったりカンパよろしくお願いします現金も クレジットカードもどっちも対応します。よろしく今日もドクションそれでは